中野岳神社にやってきました。ここには日本一の黄金の大黒様があります。日本一の大黒様、あ、すごいな、インパクトあるな。20メートル、重さ 8.5 トン。確かに大黒様というと普通キルトですよね。でもここは剣持ってる。珍しいね、なんか。バラの花がぎっしり。上もあるんだ。ここは大国神社か。旧大国目指す甲子園。
右の大黒様は剣持ってるけど、左の大黒様は小槌ですね。旧大国、旧入魂、珍しいね。縁切り玉、縁結び玉、玉か。長い階段登ってみようか。妙義山も有名ですね。登山者、あ、別に登山するわけじゃないんですけど。雨でね、滑りやすいんだよね。この上なんか登るとこがあるみたいだけど、登んないっすね。やめときますわ。ちょっと怖い。滑りそうで怖い。まあここですら滑りそうだからね。ほら濡れてるし。急だからさ、ちょっと怖いわマジで。雨の日に来るもんじゃねえな、こういうところは。案内板があったな。
これだ。このね、トドロキ岩。まあ、要はここ登るんだろうね。鎖使って。ちょっと厳しいかな。今日は。危険すぎるね、今日は。じゃないか。はい、こんなもんにしていきましょう。はい、ここがね、中野岳神社ですね。トドロキ岩にはちょっと行けませんでした、雨で。でこっち行ったらね、見晴らし台って言ってね、まあ、石本巡りができるみたいなんですよ。そういうコースがあるみたいで、そこもちょっとやめときます。ちょっと天気が悪いわ。